どうも、こんばんはと申します。今日ですね、4月の17日金曜日ということでね、来ました。スニーカーズで明日発売コートパープルの先行通常来ました。よっしゃー。ですね、まあ、タイムラインのところをパパパッとこういじってたら、今11時57分なんですけども、ポンと出てきましたね。まあ、大体ね、3分2分前くらいに出てくるんですけども、ちょっと急遽ね、帽子かぶって今、撮影を始めたというところなんですけども、ちょっと原口もくと、よし。いやー、原口も欲しがってるんで、あいつ来てんのかどうかちょっとわかんないですけど、来てねーって言ってますね。マジかよ、来てねーって。まあ、ということでね、ちょっとね、まあ、スニーカーズってね、大体ね、発売日の前日とか、まあ、もしかその2日前ですかね、に、大体先行だったり、スニーカーズパスだったりっていう、なんか、催しがあるんですけども、まあ、大体ね、先行はね、前日ですね。前日の12時が多いかなっていう感じがします。で、まあ、特別に、ね、通知が来るっていうことは、まあ、12時来たり、もしくは12時1分ぐらいに通知が来たりすると思うんですけども、事前に通知が来るっていうことは、ほぼないです。昔はね、LINE 朝8時とか9時とかに来てたりあったんですけど、それがもう今はなくてね、ちょっとなんでなんだっていうところはあるんですけども、まあだから、こまめにチェックしてる人が買えるよっていう感じなんで、前日、発売日の前日、まあとかはちょっと12時ぐらいにはね、チェックしてた方がいいかなと。まあ、霧のいい時間じゃなくて、その2、3分前ぐらいに携帯貼っといた方がいいかなと思います。はい、なんだかんだ言いながら始まりました。ここでね、ちょっとね、オファーが期限切れ？うわ。これ何？どういうこと？あ、選べろ。うん。フェイスアイディーよね。背筋伸ばしてきた。何これ。エラーとかないよ。おー。ゴッテン。来た。買いました。よかった。買えたぜー。あ、よかった。いやー、変えましたということだね。嬉しい限りですよ。原口はどうだ？来てんだろ？嬉しいな。でもね、多分ね、これまあフューチャーオーダー品なんで結構ね、元々の数が相当あるんじゃねえかなとは思ってるんですけども、だから明日の発売とかも相当多いんじゃないかなという感じしますよね。実際どうなんのかっていうのは正直蓋開けてみないことには何とも言えないんですけども、まあとりあえず僕は、ゴッテンということでね、ゲットいたしました。嬉しいね。どうだ原口は。変えてんのかね。まあ結果楽しみに待ちたいと思いますよ。もうこっち変えてるんでね、もうハラハラする必要もないっすわ。俺ももう変えちゃったんで、原口の手伝うっていうこともできないんですし、まあだから明日はどうなるかっていう結果報告待ちですね。はい、じゃあ今度からは以上です。ありがとうございます。しゃあ、はい、どうも原口と申します。よろしくお願いします。今日はですね、4月の18日土曜日ということで、この後ですね、なんとエアジョーダン1のコートパープルが発売されるということで、ちょっとスタンバっております。今日はね、久々のこう気合の入る日ということでね、まあ並びに行けないので電子上でちょっと頑張ってみようかなということで、ちょっと今日はね、撮影をしております。はい、シカゴのねカラーの感じでパープルがね、この乗っかったという形で、ちょっと私はね、パープルのね、色がある靴っていうのはあんまりないもんで、まあ、これぐらいしかないですね。パープルっぽいのは、ラプターズのこれジョーダン4なんですけど、これしかないんで、ちょっとね、パープルの歴史に新たな1ページを刻みたいと思います。秘策を今日は用意しております。まあ、その秘策はですね、まあ、ちょっと、願掛けに近いというか、ちょっとね、非科学的なものを用意しております。まず第一の秘策いってみましょう。ダーンと、こちらキットカットでございます。キットカットでスニーカーズにキットカツ、カツということで、ちょっとね気合を入れてキットカットをじゃあ食べてみましょう。紙パッケージはいいですね。キットカット開封。虫歯に染みますね、ちょっと。でも美味しいですね。やっぱこのキットカットで、きっと、
勝つということでね、ちょっと今日はきっと勝っていきますよ。続いてのね、秘策第2、こちら。ダーンと。これは何だか分かりますかね。セロテープです。セロテープですよ。なぜ持ってきたかというと、こちらですね。まあ、束になって入ってるんですけども、ゴテープ。ちょっとね、無理やりですけども、ちょっとこちらをね、縁起のいいセロテープ置いてやってみますよ。まあ、みんな狙うとはね、思うんですけどもね、やっぱこう、色がね、かっこいいですよね。やっぱこう、黒、白、紫ということでね。もうそろそろ8時59分ですね。はい、運命の時迫ってきます。さあ、こちらとね、こちらで今日は勝ち取っていきます。見ててください。9時になりました。行きましょう。はい。はい。はい。おっと。頼むよ。行くね。エラー起こすなよ。エラー起こすなよ。はい。はい。はい。保留中ということでね。ちょっと待ってみましょう。結構保留中にね、なるのが長いと自分の中でね、まあアウトというか外れたなっていう感覚なんですけど、1分2分でバンってきたら当たるみたいなねイメージなんですけども、5分以上経つと大体なんか自分の中では、あ、外れたなっていうので、大体まあこれでもう完敗ドンっていう出るイメージなんですけども、まあそんなに経ってないんで、まああれですけど、まあ保留中ですね。うん、5分ぐらい寝たかな。まあ、まだ在庫があるんで完売にはなってないと思うんですけどね。あ、この時間が長くてね、ちょっと、もう長くてって感じですね。愛知万博になった長くて、一回行きました、長くてにね、その愛知万博って昔。さあどうでしょう。ゴッテム、ゴッテム来ました、ゴッテム来ました。うおーしゃーっしゃ。まずはね、こういったね動画でゴッテム初めて出して嬉しいですね。うわー、びっくりした。あー、よかった。まあ、ちょっとね、数が多いなんて噂もあったんで、まあまあいけるでしょうというね、心の中ではちょっと思ってたんで、まあいけるこうね、気持ちはいたんですけど、まさかこうね、初回からこんなゴッテムできるとは、まさかこのテープのおかげでございますね、多分ね、多分ですけど。ありがとうな。ということで、初スニーカーズ動画、初ゴッテムでいけました。皆さんまた、コードパープ履いて、原宿でお会いしましょう。いただきました。いやー、佐賀さん、すいません、ありがとうございます。こんなね、大変な中来てもらってね、感謝っすよ、マジで。貧乏の子供みたいな。来たー、来たぜー、最高ー、ゲットしました。一足先にゲットというので、よしまあレビューはまた今度やります。ありがとうございました。それでは皆さん、バイバイチュー、ドスンゴテム。はい、もちろん1、2、3、4、5、ゴッテムっていうことだよね。どうでしょう。